り別駅は、北海道り別市り別港町一丁目にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は、H28。電報略号は、のほ。事務官コードは13317。り別市の中心駅である。り別温泉への最寄り駅であり、市内中心部にある、朧別駅よりも多くの優等列車が停車する。 1976年の上別駅と周囲約750メートル範囲。左下が東室蘭方面。駅標白追方面の空き地の赤い屋根の建屋前へ向かって本線白追側からカーブする白い小道状のものは1955年から1960年まで短期創業となった住友石炭工業の関連会社であった聖火塩業の工場へ引き込まれていた。 専用線の後、駅裏に膨らんだ留置線から左下のコンクリート工場脇へ専用線が伸びるが、全国専用線一覧では、日通の砂利線もしくは石材線としか登録されておらず、この工場が使用していたかどうか不明。また、右に見えるり別漁港ができる前は、同じ駅裏の留置線から、伏思別川河口へ砂利線が伸びていた。 国土交通省国土画像情報をもとに作成2面3線のホームを持つ地上駅。1番線と2番線の間には貨物列車用の対比線が存在する。配線上、旅客列車の対比は上り列車のみ可能。出口は上り別温泉側に1箇所設置している。社員配置駅。緑の窓口及び話せる。 券売機が設置されており、窓口は7時から18時45分まで営業している。改札口及びホームに LCD 発車表を設置しているほか、駅自動放送を備えている。緑の窓口では、上別温泉までの路線バス往復割引乗車券を販売している。また、JR 北海道レンタリース上別営業所がある。2020年2月14日、 上別り市が当駅のエレベーター設置に関連して、古選橋の撤去にかかる費用1億5000万円を JR 北海道が残る古選橋撤去費用を除いた外算事業費7億円を、上別り市が5から6億円負担し、残る1から2億円を国の補助金を充てることを発表した。また、2020年度よりエレベーター設置に向けた設計を行い、2024年の 共用開始を目指すとした。上別市統計書によると、近年の年度別乗車人員の推移は、以下の通りである。道道286号上別、停車場線駅正面の上別温泉通りは、国道36号を超えると、北海道道2号東谷湖上別線として、道自動車道上別東、IC、登別立時代村、登別温泉、 カルルス温泉、オロフレ峠などに接続している。また、板取浜温泉方面へアクセスする際にも利用される。駅から500メートルほどの距離に、のぼり別マリンパークニクスがあり、地域医療機能推進機構のぼり別病院は、駅から徒歩約9分、地理行江銀の雫記念館は、駅から徒歩約15分に位置している。駅東側には、のぼり別漁港がある。 バス停留所は、道南バスによる、上別駅前停留所があるほか、国道36号沿いに道南バス、北海道中央バスによる、上別停留所がある。北海道旅客鉄道室蘭本線、普通富浦駅上別駅古城浜駅、上別温泉軌道上別温泉軌道線、上別駅前新岩下駅。ありがとうございます。